おはようございます。加藤理香です。今ね、お盆8月14日朝8時、もうすでに暑い。30度ぐらいあるんじゃないかな。どうですか？撮影終えて水やりやって、早く家に入りたいなと思っております。では行ってみます。イングリッシュガーデンセット、白雪姫の赤いリンゴシリーズといえど、もうね、枯れたやつ結構あるよ。これ元気だよね。これなんだ、クナウティアで合っとるかな。あ、合っとる合っとる。もうこの立てたさ、橋もボロボロになってきた。これ元気だよね。後ろが、うわ、映るかな、ジキタリス。こっちもジキタリス。うわ、クモの巣か、すごい。これがダイアンサス。大きくならんよね、やっぱり日当たりの関係なのかな。これはなんだ、これはなんだ、ゲウム。あのね、ここに植えてたアグロステンマとバーベナとセントーレアはなくなったよ。これがカーリーフォ、これがセントーレア。あー、枯れてしまったよ。千日紅とブルーサルビアとペンタスとマーガレット。やっぱさ、この木の影、この木って何の木なん？お、空青いね。と、この生垣で日当たり悪いね、ここ。だから育ちにくいよね。なんだけど、せっかくだから何かここ植えたいやん。また新しいガーデンセット植えてみようかなって考え中。ハボタン、夏越しのハボタン、虫食われとったりはするけどね。みかん、カトリソウ、金魚草がちらりと、タイム、これもね、頑張り中のハボタン。そう、これ面白いよ、見て、ほらセミの殻ぶら下がっとったよ、ほらほら。先日ね、ここさくらんぼの木、さくらんぼの木っていうか、庭に薬撒いたらね、よく見たらね、地面にね、いっぱい虫、死んだ虫をしとってね、気持ち悪いが、気持ち悪いから取らんちゃ。もうさ、上の辺枯れとるよね。ここにね、レンガ買っては来た。だけど暑すぎて何もできない。ばあちゃんの縁側プランター菜園コーナーはもうダメだね、枯れとるよこれ。ここは終わって何も植えてなくて、キュウリしおれとるし。キュウリがこんな感じでございます。イングリッシュガーデンセット、ピーターラビットのコーナー。うわ、鳥が。手前にあるマリーゴールドはすごく咲いとるよね。ここはね、意外と日当たりがいいんですよね。デルフィミ、デルフィニウム、また咲いてきたね。
これが何だったっけ、シャスターデイジーはちょっと終わっとる感じで、これはでかなったぞ。ラムズイヤー、これがリナリア、これずっと結構長く咲いとるよね。でもうすごいちっちゃくなってしまった。これなんだ、タナセツム、ジキタリスも枯れてはおるけどちょっとは咲いとるよ、ちょっとはね。バーバスカムのちっちゃい方はなくなって、大きい方はあの枯れたままこんなことになっとるんだけど、どうすればいいのかわからないね。取ればいいんかな。サフィニアは一回本当に短くカットしてまた生えてきた。ジニア、おお、多肉系。この玄関の中っていうか外だけど、中っていうか屋根の下の部分ってさ、日当たりとか良くないし育ちにくいよね。これ何でしたっけ、こういうやつ強いね。今度買ってきてここの中に入れてみようかな。みちみちそうの、あー、なんかちょっと虫来たよ。みちみちそうのコーナー、ここもねすぐねしおれそうになるんよ。水やりは朝と晩必ずしないと、こういうちっちゃい鉢はすぐ枯れるよ。本当に早くこの花台ペンキ塗りたいがだけど、もう暑すぎてちょっと今無理やよね。でこっちにもなんせさ、キュウリの種がいっぱい出すぎて、こんなところにもキュウリ来ております。そうそう、この計らめ、子供がさ可愛いっていうかさ、でかくなってきとるっていうか面白くない。そしてさ、こういう根っことかもこうやって出てくるね、ほらすごくない。そして時々ポトリと落ちとるんね。生命力すごいよね。密かにね、ハボタンね、ほら種まきしたよ、育つかな。おお、電車の音聞こえる。この辺はね、来年開拓するぞ。全部耕して野菜植えたいなと思っております。みょうがはね、だいぶ収穫した。すごく生えすぎとったからね、間引きしてね、茎取ったぞ。シーソ、もう暑くて枯れそう。ナスビはね、良くなった。枯れそうなところもあるよ。そして前回ここ20日大根って言ったけど嘘ついとった、サラダ大根だった。これキュウリがね、いつの間にかこんなでかくなってね、実になっとるんぜ。こっから見えるかな、ほら一日ですごくでかくなるよね。キュウリはまだね、収穫してない、今から取るよ。あ、ここにもでかいよ。もうこれ以上でかくなったらキュウリってさ、でかいがまずいやん。これでかいぞ、見えるかな。ね、ばあちゃんがいっぱい種まいた、いっぱいっていうか一袋かもしれんけど、まいたらさ、それをこっちに持ってきたんだけど、キュウリっていっぱい植えたらさ、食べきれんしね、困るね。でピーマンとかが結構伸びております。いっぱい取れたよ。そしてね、もうトマトはね終わってきとる、枯れてきとんもん。挿し木した
トマトは成長あまり良くないね。暑いもんね。暑すぎると成長悪いんかな。というわけで8月中旬でした。8月下旬になったらちょっとは涼しくなるかね。そうしたらもうちょっと庭を頑張りたいなと思っております。チューリップの球根の注文とかそろそろだよね。じゃあで、またね。